でもチャンスがあれば男ってそうよ。聞いた相手が違ったかしら。そうなのよ。現代のモテ男代表といえばユウのこれからこれからシーズン2。じゃあ次に参りましょう。はい、福岡県30歳の美容師さんから。美容師、はい、都会の美容師。そうよ、こんにちは。私にはものすごく女癖の悪い男友達がいます。彼には奥さんも子供もいて、私とは男女関係はもちろんなく、ただの友達で同業の仲間でもあります。今まで彼の異性関係の緩さもキャラだから仕方ないくらいに思って見て見ぬふりをしてきたのですが、先日私自身が彼氏に過去に何度も浮気をされていたことを知ってしまい、感覚が一変。そういう信用できない男と仲がいい自分って何なんだろうと思うようになりました。でも私の一番の親友はその男友達なんです。何でも気軽に話せる数少ない友人です。男友達の女癖と自分のトラウマは切り離して考えるべきですか？その場合どう頭を切り替えて男友達と付き合うと自分の心を平和に保てるでしょうか？ちょっといい見せてもらっちゃう。なんかね、私なんかスプリングの読者さんと相性が悪いのかな、これ。自分の大好きだった彼氏も、自分が大好きだ親友だこの人にしか大事なこと話せないって思ってた男もみんなやりちんだったってことがショックだっておっしゃってるけど、でもチャンスがあれば男ってそうよ。だから何にショックなのかが分からん。なんかこの人たち今自分の旦那を思い浮かべて大丈夫、あんたたちの旦那モテないわよ。安心しなさい。大丈夫、安心しなさいよ。ほらここがこんな感じで可愛いのに今彼女いないの。彼女がいないからってセックスしないとは限らないじゃん。セックスはしてるわよね。健康的に。それは健康的なセックスって何よ。雪吊りの人とやったりとかしてるわけでしょ。特定の人はいるの。あ、セフレがいるの。特定。あ、セフレがいるの。あんたセフレいるの。彼女っていうかその友達は彼氏いないの。いないです。なんで付き合わないの、それは。でも私本当にこれだけは言いたい。やりまんが一番優しいから。言い寄られて断れないタイプのやりまんもいるじゃない、うん、いる。とにかく全般的にそういう性質の子は本当にいい子よね。絶対そう。やりまんだって最初から分かって付き合う人はいないかもしれないけど、もし途中で彼女がやりまんだって気づいた時は黙って結婚するべき。意外と多いよ。だからそいつだよ、結婚相手は。そうだわ。でも似たようなことよ。本当にそうよ、ね、だからその男性もさ、例えばそのまぐわった女性たちがみんな傷ついてるって言うんだったら良くないやつなのよ。でも誰一人そいつの文句を言わない、むしろ楽しかったぐらいに思ってるとしたら、そいつは悪くはないのよ。そうなの。だから彼女の、まあの中の常識で言うとびっくりしたかもしれないけど、うん、私たちはそう思う。思わないし、すごくひどい男だった、浮気してた以外にも人の子に対して優しくできないとか、なんかそういうのがずっと気になってる人だったって言うんならろくでもないやつだけど、その気づくまで彼のことをずっと悪い人だと思っていないんだとしたら、そんなトラウマになるようなこと聞いた相手が違ったかしら。そうなのよ。私たちどっちかというと奔放な方だから、もちろん全員がさ浮気してるやつはみんないいやつだとももちろん言ってないし、はい、よく見てごらん、その浮気してた人女の子たちが今そいつのことなんて言ってるか。それは大事ね。ラジオ出た時にさ、現代の日野翔平を募集したの。はいはいはい。私はもう一人浮かべてたんだけど、うん、それはあえて言わずに募集したのね、うんうん、その私が想定してた人がトップになったの。ちょっと待って待って待って、私一人しか浮かばない。現在よね。現代でも、もうそんなに若くはないよ。そうよね、うん、今おいくつぐらいの方か聞いて、なんとなくググって見てもいいわ。現代のモテ男代表といえば43。若い。まだ若かった。
ご結婚してらっしゃらないということかしら、されてるのかしら。もう今知ってる、だから最近じゃないよ、そういう話聞いたの。もう多分言ったら皆さんあーってなります。待って、あ、じゃあ職業だけ教えて。職業はもうお歌ですよ。お歌の43。もうしょうがないな、スプリング、これが限界。やだ、聞いちゃおうかな、もう限界。皆さんダメよ、きっと。はい、今はもうそういうことしてないだろうけど、満期をもう、それはもうそうだったじゃない、ね、でも誰も悪いこと言ってないじゃん。言わない、言わないし、テレビで拝見してたりしててもダサいとか、なんだこいつっていうとこがない。私一回さ、番組で一緒になった時にさって椅子を引かれたの。やだ、私が座る時に。いやもうあの時これは女の子狂っちゃうわと思った。びっくりした、あんな日本の男初めて見た。だからそういう人もいるんですよ。わかるわ。で、優しいから女の人をみんな大事にしちゃうのよ。そうね、要するにそのそんなに素敵なね人に抱かれたことがあるの私って、逆に自慢したくなるようなだからみんな言うんだよね。そう、もう言いたくてしょうがないのよ。言いたくて、私抱かれたのよ、いいでしょって言いたくなる。そう、マウントよね。まあだから私たちが言った話はとっても極端な話ですけれども、でもそういうことです。そういう一面もあるんですよっていう。だから白か黒かじゃないから。本当にね、濃いグレーもあれば。そうです。だって誰とも浮気しないやつだってすごい人でなしはいるよ。そうよ、浮気してるからダメじゃないよ。すっげーやる回数は多い男だけど、誰よりも彼女のこと大事にしてる男かもしれないじゃない、うん、そういう人もいるから。あとずっとその美容師仲間のね人を親友だと思ってたあなたの心はそう間違ってはなかったんだと思うのよ。そんなね、別に異性とそんなさ、うん、親友関係ってそういう恋愛感情とか肉体関係もないのにそうやって言えるっていうのは何かを感じてるからじゃない。それを全部その、うん、性に奔放だっていうだけでゼロにしてしまうのって自分を否定してることにもなっちゃうから、全然やめてください、そこは、ね、福岡なんてほとんどみんなやりちんとやりまんですだいたいあの県ってのはやりちんとやりまんで申し訳ございません、ね、みんな本当に皆さん愛してます、ね、福岡本当に、ね、あんたの仕事の悩みに私が答えられるはずだね。いや、あとだからだからあれさ、失礼いたします。だからさ、ね、これ使えるの全然使えないわよ気軽に提供なんて言うの気軽に